マヨール広場は、スペイン、マドリード、セントロにある広場。プエルタデルソルトビリア広場から、数ブロックの距離である。129メートル94メートルの長方形の、形をしており、広場に面して237カ所のバルコニーを持つ3階建ての、建築物に取り囲まれている。マヨール広場と傘でパナデリア19世紀半ばの、 マヨール広場広場の歴史は15世紀に遡る。中世のマドリードの外側には、トレドやアトーチャへと向かういくつもの道路が交差しており、この土地は、アラバル広場と呼ばれていた。広場では、市場が開かれ、商業の中心となっていた。1561年に、マドリードへ宮廷を移していた、フェリッペ2世は、巧妙なルネサンス期の建築家ファンデエレーレイラに、 ゴミゴミとして混沌としていた、アラバル広場の刷新を1580年に命じた。エレラが最初の計画を作成したが、建設が始まったのは、フェリペ三世時代の1617年だった。新たな広場に完成した最初の建物は1590年。王はファンゴメスデモラに計画の続行を命じ、ポルチコが1619年に完成した。しかしながら、 現在我々が目にすることのできるマヨール広場は大規模火災後の1790人に再建を託されたフアンデビラヌエバの設計によるものである。彼はエレーラの設計による広場を取り巻く5階建ての建築物群を4階建てに刷新し、広場角の通行を容易にするため9カ所のアーチを設けた。ビラヌエバ死後も弟子のアントニオロペス・アグアド・トクストディオ・モレーノによって 工事が続けられ、1854年に完成した。ジャンボローニャ作のフェリペ三世騎馬像は1616 16年に遡る作品だが、広場の中心に据えられたのは1848年である。クチリエロスのアーチマヨール広場にある9カ所のアーチのうち最も有名で、広場南西にある。大化後の1790年、ビリアノエバによって設計された。 このアーチ内の階段は広場と川でサンミゲル通りとをつないでいる。名前はこのアーチの場所にかつてクチリエロス通りがあったことに由来する。通りにはナイフ職人組合の工房が並び同じ広場の中にある肉屋組合に商品を収めていたのである。現在はバルやレストランが立ち並ぶ観光地でギネスブックに世界最古のレストランとして記録されている。 ソブリーノ・デ・ボティンもここにある。フェリペ3世騎馬像イタリアの彫刻家ジャンボローニャが着手し、彼の死後の1616 16年に弟子のピエトロ・タッカが完成させた。当時のトスカーナ大古古事も2世からスペイン王へ献上され、長く傘でンポに置かれていた。1848年、女王イサベル2世がマドリード市に命じ、広場へ設置させた。 最初、アラバル広場として知られていた広場は、時代の移り変わりとともに、マヨール広場へと変わった。1812年、法令によって、スペイン国内にある大きな広場はすべて、スペイン1812年憲法にちなみ、コンスティトシオン広場に改名するよう決められた。この名称は1814年に、スペインブルボン家が王政復興を果たすと再び変えられ、レアル広場となった。 1820年から1823年、1833年から1835年、1840年から1843年には、コンスティトシオン広場の名前が復活した。1873年、共和国広場に代わり、アルフォンソ12世が即位した1876年から、ミゲルプリモデリベラ独裁政権時代の1923年まで、 コンスティトシオン広場の名に戻された。スペイン第二共和制が成立した1931年から、スペイン内戦終盤までコンスティトシオン広場の名が採用され、その後、マヨール広場となって、今に至っている。マヨール広場は、マドリード最大の市場が開かれていたというだけでなく、闘牛やサッカーの試合、公開処刑、スペインイタウン新聞の盛んな時代には、 アウトデフェが行われた。広場を囲むポルチコには、歴史と伝統ある商店やカフェが並ぶ。マドリードの守護聖人、聖石泥の祝祭も広場で行われる。毎週日曜日朝、古切手や古千の市が開かれる。12月の1ヶ月間、伝統的なクリスマスの市場が開かれる。ありがとうございます。